こんにちは、そうです。本日はメルカリ、上位表示されなくても商品をすぐに売る方法はありますか？この方法でしたらすぐに売ることができますよ、というテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この動画ですね、こちらの通りなんですけど、上位表示されなくてもね、商品すぐ売る方法あります。ぜひね、まあ、簡潔なんですが、ぜひ紹介させていただきます。はい。まずこちらなんですよね。はい。ですね。例えばなんですよ。メルカリで、まあ、ライバルがね、多い、少ない関係なしに、まあ、商品ってここに書いてある、売れる商品ってあるんですよ、実際に。はい。で、私はですね、メルカリで以前売ってる時にですね、この売れる商品っていうのはですね、中国からちょっと輸入したんですね。ストラップなんですけど、で、これどれぐらい売れるかと言いますと、即売れます。はい。で、まあ、確かにですね、ライバルセーラーのよりもね、ちょこっと安く売ったんですよ。で、ちょこっと安く売っても即売れます。なので、1日にですね、売れる時はですね、同じ商品で5個とか売れます。なので、5個売れるってことは、大体利益はですね、462円ぐらいだったかな。なので、まあ、2500円、2000、まあ、3000以内は出たんですよね。はい。実際にですね、こういった商品がですね、あるんですよ。なので、ぜひね、こういった商品をね、売っていただければ、上位表示されなくてもね、売れます。はい。で、ライバルがいてもね、ちょこっと安く、ただ10円とか20円安くして、売れば売れます。はい。なので、ぜひね、こういった商品探してほしいんですね。で、まあ、中国から商品を入れるときに、一つ弱点がありまして、大量に入れないとね、配送が安くできないので、ぜひね、まあ、ダミー商品っていうのはね、例えば、こう考えていただければいいかと思うんですよね。まあ、このメインの商品にも利益出なくても、まあ、配送では下げるね、代わりっていうかね、そういった商品をね、探していっていただければ、この商品がね、売れる商品がさらに利益出ますので、こういった商品と混ぜて仕入れていただければね、利益出ますので、ぜひね、まあ、中華商品入れるときは、配送を考えてね、仕入れていただければいいかと思います。はい。はい、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきます。30分無料コンサル、10万円稼げるマル秘マニュアル、プレゼントします。2件目がスタンプをお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE 登録後によろしくお願いします。本日は、サブ見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。